高根第一ダム。高根第一ダムは、岐阜県高山市、一級河川、磯川、水系平川最上流部に建設されたダムである。中部電力が管理する発電専用ダムで、平川流域に建設されたダムの中では、随一の高さ、133メートルのアーチ式、コンクリートダム。平川流域一貫開発計画に基づき、建設された。 自流混合式用水発電所である高根第一発電所の上部調整地であり、直下流に建設された下部調整地である高根第二ダムとの間で最大34万キロワットの力発電を行う、日田川流域最大の水力発電所を有する。ダムによって形成された人造湖は高根乗倉湖と命名された。日田川は基礎川水系の中では、 基礎山線に包括される長良川や伊比川に被験する最大級の支流であり、流路延長約1 4 8 0トル、流域面積約2177平方キロメートルを有し、流域面積では基礎川系最大の河川である。乗倉岳と温岳山の中間付近にある野麦峠を水源とし、高山市区具の町までは北に、それ以降は、 大旨南から南西流浪を取り、中山七里や、ひみず京などの謙遜な峡谷を形成し、美の萌市の今渡りダム直上流で木曽川に合流、太平洋に注ぐ。ダムは、飛騨川の最上流部に建設され、数ある飛騨川のダムでは最も奥に位置する。ダムが建設された高山市高根町は、建設当時大野郡高根村と呼ばれていたが、平成の大合併に伴って、 周辺市町村と合併し、新生高山市となった。また、建設当時の日田川上流部は、真下川と呼ばれていたが、1964年、昭和39年に河川法が改定され、水系一貫の河川管理が原則となったことで、河川名称が統一され、従来下路市金山町より上流で故障されていた、松田川の名は、1965年。 昭和40年に全域が日田川に統一されている。日田川流域は年間総降水量が2500ミリと田内帯で水量が豊富であり、かつ流域の大半は山地で急流を形成。落差も大きいことから木曽川本流と共に只見川などと並ぶ水力発電に適した河川で、あ、1911年、明治44年に、 日本電力が瀬戸第一発電所などの発電用水利権を申請して以降東方電力と競争しながら流域に多数の水力発電所とダムを建設。日田川本流には小坂、瀬戸、下原、大船渡、七草名倉、上浅尾、川辺といった発電所及びダム、取水石が建設された。1939年、昭和14年に 日本発送電が発足し、戦時体制強化の名目で、これの発電所やダムは、摂収という名の強制収容が行われ、以後飛騨川の水力開発は、日本発送電が担う。日本発送電は開発の手が伸びていない、飛騨川最上流部に着目。1942年、昭和17年より、大野郡、朝日村に大規模なダム式発電所の建設を、計画。 1946年、昭和21年に、調査事務所を設け本格的に起した。これが、朝日ダムであるが、日本初送電は、戦時体制に協力した、独占資本として1948年、昭和23年、過度経済力集中排除法の指定を受け、右与曲折の末、1951年、昭和26年に、ポツダム政令に基づく、 電気事業再編成例の発令で旧電力会社に分割民営化。東海地方と長野県については、中部電力が電気事業を継承し、日田川流域の水力発電事業もまた継承することになった。中部電力は、旭ダムと支流秋上川の秋上ダムを1953年、昭和28年に完成させ旭発電所の運転を開始。 続いて東上電発電所や区具の発電所の運転を開始するが、1960年代に入ると、電力開発の主軸が大容量の新英火力発電所に移る、いわゆる非モンド重時代に突入する。しかし高度経済成長に伴う電力需要の増大は、夏季など電力消費のピークに対応しきれない部分があり、こまめに出力を調整できない。 火力発電と連携を図って電力需要のピークに対処する必要性が生じた。水力発電はピーク時の速応性が高いことから火力発電との連携が図りやすい揚水発電が注目され、日本各地で揚水発電所の建設が盛んになった。中部電力はすでに静岡県の大井川最上流部2962年、昭和37年。 出力13万7 0 0 0ットの畑、定第一発電所を運転開始しており、広く水力発電事業を展開している、日田川流域においても揚水発を軸にした、新たな電力開発が求められた。こうして1962年、昭和37年、日田川の本流、支流の水力を有効に開発して、名古屋市などをはじめとする東海地方の電力需要に、 対応するための大規模広域力発電計画を立案した。これが、平川流域一貫開発計画であるが、その根幹施設の一つとして1963年、昭和38年より計画されたのが、高根第一ダムと高根第二ダムを利用した、揚水発電所、高根第一発電所である。高根第一発電所は揚水発電であることから、高根第一と、 第二の二ダムを建設しなければならない。ダム建設に伴い高根村で六十九個の住民が移転を余儀なくされたが、その大半は第二ダム建設に伴うもので、高根村中心部である日陰地区と大古い地区が水没するため地元の反対運動は当初激しいものがあった。このうち高根第一ダムにおいては特に農業保障が紛糾したが、当時の高根村では、 ひだ牛飼育とわらびの根を加工して粉末にするわらび粉の生産が盛んであり、生業として多額の収益を上げていた。しかし、高根第一ダム建設により、牧場やわらびが生育する村民共同所有の原野が水没、移転によりこれらの収入源が途絶えることから、移転住民はこれら農業の損保証を強く求めた。すでに朝日ダム建設において、 わらびこ生産損失の保障が行われていたこともあって、最終的には、松野幸康岐阜県知事の仲介にて、生活再建保障として牧場については一世帯、あたり5万円。わらびこ生産保障については、生産額の高に応じ上中下の3段階に分け、それぞれ20万、15万、10万円の保障を一世帯、あたりに実施した。なお、保証金については、 現金支給ではなく、中部電力社債による支給が大多数の世帯で実施された。ダム保証金はむね高額であり、一度に多額の保証金を手にすることで、移転住民の金銭感覚が今日、結果的に身を持ち崩すといった問題が起きており、多ゴ総ダム、タダ川での一部住民の末路が、城山三郎の黄金鏡にも描かれている。中部電力は、 このような事態を防ぐために、車載購入による堅実な運用で、住民の生活基盤を維持しようと、一般保証費の13%を社債に転換し、購入を進めたところ、移転する69個のほぼ全てにあたる64個の、住民が応じた。こうした社債などの証券による保証は、東北電力が、山形県の八アダム、八桑川で移転する住民に株券を保証金の一部として、 提供したがある。一方、漁業保障については、流域が、マスダ川上流漁業共同組合の管理下にあり、ダム建設に伴う漁業検造室に対しての保証金と養殖施設の建設を柱とした保証を行うことで1968年、昭和43年9月に期待4、670万円で、比較的円滑に打結した。ところが、小坂ダムより、 下流の漁業権を有する増田川漁業、共同組合との漁業保障交渉は難航を極めた。1965年、昭和40年の集中豪雨で、日が川上流域の沢が大規模な崖崩れを起こし、それにより発生した泥水が朝日ダムに流入。朝日ダムがその泥水を放流することで、以来数年にわたる朝日ダム軸問題が発生。原因が、 高根第一ダムの工事も関係するとするマスダガ漁協は、洛水の根本的解決を図らない限り、ダム建設に応じられないと主張し、解決しなければ、実力行使をもって、高根第一ダムの工事を断させる動きを見せた。事態を有料した岐阜県当局の仲裁もあり、最終的には1968年9月に、洛水への迷惑料も合算し、総額1億に0円で、 妥結、1972年、昭和47年に、高級的脱水防止対策を図るとで、岐阜県と協定を締結。脱水問題は、解決を見ている。こうして、全ての保障問題は1968年には、解決を見たが、高根村は、ダム、発電所の建設に伴い人口の16.5%、 世帯数の16%にあたる66個350名が高山市などに移転。村に残ったのはわずかに3個に止まり過疎化が進行していた高根村はさらに過疎が深刻化している。しかし国道361号をはじめとする道路整備により従来は通行するのに頻繁な切り返しをしなけれ通行できない。 慎重な運転技術を要した旭ダム沿いの国道361号が整備され、小中学校をはじめとする公共施設などのインフラストラクチャーもダム、発電所建設に伴い充実している。なお、1974年、昭和49年には電源散歩が施行され、完成より15年以上経過した発電所がある自治体に補助金が支給される。 発電用施設周辺地域整備法の対象に、この地域は指定されている。高根第一ダムは1954年、昭和29年に予備調査を開始、1960年、昭和35年には、高根水力調査所が設置されたが、当初は第一ダム単独の計画で出力も6 7 4 0 0ットであった。 しかし、ひだが流域一貫開発計画構想が進むにつれ用水発電による開発に変更され、1961年、昭和36年に第二ダムを含む計画に拡充されひだが流域一貫開発計画の中心業に据えられた。またダムの規模については、当時農林省が農備平野への考えを目的とする基礎川総合用水計画を打ち出し、 その水源として、高根第一ダムを儀していたため高さ153メートル、有効貯水容量70000立方メートルの規模で計画されたが、飛騨川のダム地点における流入量と下流農地の需要量のバランスに釣り合いが取れず、費用対効果にも問題があり、灌漑目的を加えた大目ダム構想は、岩屋ダム、混ぜ川を中心とした混ぜ川総合開発事業に、 移され、現在の規模となった。またダムの形式についても、重力式、コンクリートダム、中空重力式、コンクリートダム、重力式、アーチダム、アーチ式、コンクリートダム、ロックフィルダムの5つで検討され、基礎岩盤の堅固さと経済性で、アーチダムが選ばれた。そして出力については、最大で67万キロワットまで可能とされたが、40万。 キロワットを超えると、高根第2ダムの工事費が増大するため、限度いっぱいの34万キロワットで決定した。建設用資材は、国鉄鉱山本線久ぐの駅までは、鉄道で、久ぐの駅からダム建設地点までは、国道361号を拡幅して、工事用道路を建設し輸送した。しかし鉄道による輸送は、高山本線が単線であるためそのままでは、 輸送日照を来たすため、鉄道建設交際を購入し、国鉄に施行を委託しろ川口駅と全商寺駅に、大秘側線を建設、久久野駅には、専用引き込み線を付設して、円滑な輸送を行った。1965年、昭和40年11月より、岩盤屈作、1967年、昭和42年4月より、 コンクリート打設を開始したダム本体工事は、玄関期の1月から月を除いて実施され、途中集中豪雨によりダム工事現場から下水を、バイパス迂回させる仮排水路トンネルが土砂で、閉塞して、ダム本体を洪水が、越流するなどのトラブルがあったが、概ね順調に工事は、進むし、ダム本体が完成した1969年、昭和44年4月より貯水を開始。 9月には満水となった。そして同年11月21日に、高根第一発電所の運転が開始され、事業は完成する。第二ダムは、第一ダムの完成に先立つ1969年、昭和44年3月19日に完成している。なお、この高根第一発電所及び、第一、第二ダム建設では20名の労務者が、労働災害で殉職しており、 日田川の水力開発による安定した電力供給という大義の下で命を散らした人々が存在している。高根第一ダムは高さ133メートルと完成当時は木曽川水底のダムでは最も包み高が高いダムであり、現在でも伊比川の徳山ダム、木曽川本流のみそ川ダムに次いで3番目に高く、日田川流域では随一の高さである。 またアーチダムとしても、木曽川水系で最初の試行例であり、1995年、平成7年に同じ中部電力が管理する川浦、河織ダムがアーチダムとして完成するが、曽川水系では気象、高さでは黒部ダム、黒部川、大井ダム、滝山川、長和渡るダム、西川、川路ダム、木の川に次いで日本5番目のアーチダムでもある。ダムには、 表面取水設備が備えられているが、これは朝日ダム濁水問題で岐阜県と締結した濁水防止協定に即して設置されたものであり、ダム建設における環境対策としてコンクリート生成時になる濁水を正常にするための高度水処理対策と並んで実施された。この表面取水設備は洪水で濁水が生じた時に比較的正常な 貯水池上層の上積み水を下流に放流して、脱水を防止するものであり、現在日本各地のダムの多くに備えられている。2006年、平成18年の集中豪雨で発生した、洪水において、長期間の脱水防止に威力を発揮、財団法人ダム水源地環境整備センターより、ダム、石器切り業務検証奨励賞を受賞している。高根第一発電所は、 日田川流域最大規模の出力34万キロワットを発電するが中部電力としては初となる地下式の水力発電所である。また採用されたデリア車流式水車は当時世界最大容量かつ世界最高落差を持つ大規模な水車であった。4つの水車発電機を有しており1.2号機は日立製作所が3.4号機は 三菱電機が受注し製作している。発生する電力は、高根幹線と呼ばれる電圧27万ボルトの超高圧送電線によって、高根第一発電所を起点に東西に分岐。東は長野県塩尻市にある中心変電所に送電。西は岐阜県関市の関開閉所へとつながる。また旭発電所から川辺発電所に至る。 日田川本流の発電所群を連結する、濃費幹線にも連結されており、日田川流域で発生した電力はこれら、送電専門を通じて、名古屋市などの中京県や長野県へと送られている。高根第一発電所の運転開始後、日田川流域では溶水発電所として1976年、昭和51年にマゼ川第一発電所、 28万8キロワットが完成しており、日田川流域の水力発電所による電力供給は強化された。日田川流域一貫開発計画は1987年、昭和62年の新上浅尾発電所、運転開始により事実上終了するが、中部電力による用水発電開発は1980年、昭和55年の奥、矢萩第一発電所、 31万 5000kW と1981年、昭和56年の奥、矢作第二発電所、78万 kW を経て1995年、平成7年中部力最大の水力発電所、奥美の発電所、150万 kW に結実する。しかし、電力需要は、その後低下し、計画されていた基礎中央、川浦、 徳山の核用水発電所が中止あるいは規模を縮小している。ダムによって形成された人造湖は、所在地である旧高根村と飛騨川の水源に近い、乗倉岳から取って、高根乗倉湖と命名された。飛騨川流域では、岩屋ダムの人造湖である東仙京金山湖に次いで、早朝水姿が大きい人造湖である。甘小屋、 サツキマスなどが釣れる釣りスポットであるが、漁業権は、マスダ川上流漁業共同組合が管理しており、釣る際には入漁権が必要となる。ダムは国道361号からダム下流正面を望むことができ、完全に巨大なアーチ型の壁がそびえ立つ。しかし、ダム本体への立ち入りが、ダム発電所の無人管理実施以降は禁止されており、 鉄柵で厳重に封鎖されている。かつてはダム天馬から乗り倉だけを望め、4月から5月には雪をかぶった乗り倉だけの荘厳な姿を見ることもできたが、現在この風景を望むことは不可能となっている。巨大なダムではあるが、閉鎖的であり、ダムカードも発行されておらず、ダム湖百0 0にも選ばれていない。ただ鉄作手前までは立ち入り可能なので、駐車場に車を止めて、 展望台からダムを望むことは出る。ダム及び高根乗り倉越えは国道41号から国道361号を松本市、基礎町方面へ直進すれば到着する。途中は木上ダム、高根第二ダムを通過し、第二ダム湖を過ぎると右手にダムが見え、カーブとトンネルの多い区間を過ぎると到着する。付近には高根第二朝日秋上、 区ぐ野と4箇所のダムがあり、大ダムが密集する地域でもある。ダムから直進して、途中、左折すると防石諸行の苦難を描いた小説、ああ、野麦峠の舞台で知られる。野麦峠を経て、上高地、奈良井宿方面へ、国道361号を直進すると、木和田高原、海田高原を経て木曽島、御嶽山方面へと至る。野麦峠方面は、 道が狭く離合困難区間があり、国道361号を直進する方が安全であるが、湖岸部の道幅は特にトンネルが建設当時そのままの福井なので、車のすれ違いや衝突に意が必要である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。